ミスシェフ、本名レイチェル・コリンズは、アメリカ合衆国のプロレスラー。米国内のインディ団体を転戦し、イングランドや日本の団体にも参戦した経験がある。夫は同じく、プロレスラーのマイケル・エルガン。2001年7月19日、GCW でデビュー。2004年より NWA を、主戦場とする。2005年5月7日、NWA ミッドウエスト&、 いわミッドサウス女子王座をデイジー・ヘイズからダッシュ。11月、シマー初参戦。初戦では、チアリーダーメリッサを下す。その後、シマー及びローでメリッサとタッグを組む。2006年6月24日、サンフランシスコにて遠征中の田村よしこが持つ、NWA 女子パシフィック王座ネオ認定シングル王座に挑戦したが、ダッシュならず。月に初来日し、 8月20日に開かれたレッスルエキスポ2006の WWWC トーナメントに参戦。決勝まで勝ち上がりも田村義子にまたしても敗れる。2007年1月27日、クリスティ・リッチから NWA 世界女子王座ダッシュに成功。しかし5月5日、アメージングコングにダッシュされる。2008年4月16日、シマ王座を サラデルレイからダッシュ。2010年4月11日、マディソン・イーグルに破れ質感。2012年10月、6年ぶりに来日して、女子オン・ホープに参戦。ヘイリー・ヘイトレッドが持つ、リミックス王座に挑戦するも敗退。ありがとうございます。